皆さんお元気ですか。牧師 YouTuber の菅野直樹です。出前牧師菅チャンネルにようこそお越しくださいました。どうぞお入りくださり、最後までご視聴お願いいたします。グッドボタン、またチャンネル登録まだの方はこの機会に登録、そしてまたベルマークも押していただけたら嬉しいです。本日1502回目になります。5月17日金曜日、時間の使い方という題でメッセージをお伝えしたいと思います。時間の使い方の上手い人、下手な人の違いってどこにあると思いますか。タイムマネージメントをしているかどうかで決まります。時間を有効に使っている人というのは、まずやるべきことを書き出すわけですね。そしてその一番やらなければいけないことからやっていく。じゃあ時間を有効に使わない人はどうでしょうか。それはですね、思いつきでやり、一番やりたいことから、やるべきことでも後回し、やりたいことをやるんだ、後でやろう、そうやってね、締め切りギリギリでやる。時間は全ての人に神が24時間という平等に与えられたものなんですが、それをどのように使うかでその人の時間の使い方が変わり、また人生が変わっていく。有効に使うならね、時間は何倍にも伸ばすことができるし、有効に使わなければね、もう時間というのはあっという間になくなってしまう。ぜひ時間を有効に使うために、まず忙しくても聖書を開いてください。そして聖書の言葉を開いて、それを受け止める、読んで受け止める、それが大切です。つまり神に聞くということですね。それがとても大切です。そうすると何が重要かっていうのがね、見えてくるんですよね。自分の頭で考える重要よりね、神様がこれが重要だよって言われたら、それをもっと大切にする。そうするとね、人生が本当に最高に平安と喜びに変わっていく。で、この重要じゃないことからやってる人はね、何かね、いつも落ち着かないというかね、焦って追うものもいないのにね、追われて逃げるみたいなね。箴言28章1節、悪者は追うものもないのに逃げる、しかし正しい者は若獅子のように頼もしい。若獅子のようだ。時間を有効に使って、私たちはドーンとね、神に委ねて、そして生きていく。どうぞやるべきことを書き出し、何が重要なのかを神に聞いて見極めたら、その重要なことからやっていく。これがね、大切です。やるべきこと、やりたいこと、そしてやる必要のないこと、これを見極めてね。やる必要がない、それはね、もうそのうちやったらいいんですよ。でもやりたいことは、まずやるべきこと終わってからやりましょう。ね、おいしいもの食べに行こう。この今日の仕事が終わったらね、どこどこへ行こう。そういうですね、ご褒美も自分に課していく。それがね、時間を有効に使う。で、その時間の有効に使える人は人生を有効に使い、命を有効に使います。時間は限りがあります。ぜひ皆さん、そんな有効に使う、そんな人生を生きてくださいね。誰も働くことのできない夜が来る、主イエスの救いの光、届かない夜が来る、この地が暗闇に閉ざされる前に、主イエスの皆をこの地に輝かせよう、光のある間に福音を、光のある間に届けよう、光のある間に主の愛を、この国愛して、この町愛して、主の皆栄
叫ぼう光の安間に。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。その時までごきげんよう。さよなら。